はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ウィニングポスト、9-2021、ライブ配信始めていきたいと思います。今回は、2012年10月3週ですね。はい、こちらいよいよ秋本番っていう感じですね。Twitch で配信しております。 Twitch アカウントフォロー、チャットコメントお願いします。 Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント please。 はい、後にアーカイブを YouTube で2日後、6月2日21時頃プレミア公開予定で、また、公開いたします。またツイッター X、旧ツイッターの X のアカウントを持っております。チャット欄に記載してますのでアクセスしていただいて、YouTube のチャンネル登録、X のアカウントフォローぜひお願いいたします。では始めていきましょう。先週、凱旋門賞をやりました。ルーラシップ出てましたが、残念ながら4着に敗れましたね。さあ、ブラックキャビア。首位互角か。ヘプン？ディープリメラっていう馬が立ち上がりますね。ロケットマンもちょっと怖いです。そして、秋華賞です。ジェンティル女とビルシーナ。ビューシーなシオンステークス勝ちですね。ジェンティオーナー、勝つことはできるか、それともってとこですね。さあ、行ってみましょう。OK。クイーンエリザベス2世チャレンジカップステークス、天の AKB 一番人気です。3馬、3歳牝馬限定の G1、130。AKB ダントツですね。これが勝てるんじゃないかな。2番人気、スマリトルネードか。では、行きましょう、レースです。キンランド競馬場 G1、クイーンエリザベス2世、チャレンジカップステークス。芝 1800m、 3歳牝馬限定の G1 です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ、先手を奪うのはどの馬か。アボルダージュシステム、前に行きそうです。ストライクタヒチ、それに続いています。さらには天野 AKB6 番レディテン、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。先手を取ったのはアボルダージュシステム、少し間が空いてゼイラーアリエン、これに続くのがサンディ・アンクシャス、内からはクイーンズ・イノセンス、並んで7番ディスパーサル・ビクトレス、その横にダプチェス・クレバーネス、ペリミーター・ピツィアーノ、この馬もこのグループ、レディー・オブ・シャムロック、そのうちに続いています。その隣にカフス・サーキット、内からはソマリ・レモネード、最後方にオール・マイ・モーター、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。8番アボルダージュ・システム、依然として先頭、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ、先頭はまだ足毛の馬体、アボルダージュ・システム、2番手は天野 AKB、 これは AKB 絶先好頭にの手応立とうとしてえ。ま間すを挟んね。でゼイラーアリエン、3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。ここでまだ先持っ頭たを変まわりましんま。た。先頭は天野もう AKB、 勝ったでし残りょ200m、 後続ははるか後方、2番手はレディー・オう。ぶブ・っシちャムぎりロッましク、た。天野 AKB 独走、天野 AKB ぶっちぎりです。2着はレディー・オブ・シャムロック、3着にソマリ・レモネード、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野 AKB、 まさしく日本が世界に誇れる馬です。ぶっちぎりです。G1 4連勝。カフスサーキットに
勝ってライバル力を上げてます。レッツゴーターキンと天野なっちゃんですからね。さあ、ブリーダーズフューチュリティ、コパノリッキー出走です。ブリーダーズカップじゃないんですね、これ。ブリーダーズフューチュリティなんだ。2歳限定の G1 です。1番人気です。118、他最高なのがスキームカレット108ですね。人気的には、オーバーラケット、ライバルオーバーラケットが2番人気、3番人気カミナシャントゥーとなっておりますが、行きましょう。レースです。キーンランド競馬場、2歳限定 G1 ブリーダーズフューチュリティだと 1700m です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。テンポウェル好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してテンポウェル鼻に立ちます。その後ろからはアンシェントイーティ、この馬も上がっていく構えです。さらにはオックスボー10番カミラシャントゥ、その後ろ先手を取ったのはテンポウェル、好位置をキープしています。コパノリッキー、その後ろからはオーバーラケット、黄色の帽子スタンプコンサート、その後ろすぐ後ろにペルシアンクライド、その後ろにタイムトゥインディー、その後ろにリスクバラード、その後ろにスキームカデット、その隣にフォーミダブルゲッター、プリンスアレキサンドリア、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として11番テンポウェル、2番手はコパノリッキー、これは絶好の手応え、アンシェントイーティ、3番手大外からピンクの帽子コパノリッキー、伸びてきた。この辺りで高速が群を上げていきます。最終コーナーを先頭ですね。直線コースに入りました。日米王者の争いだ。持ったまんま先頭に立ったコパノリッキー、後続大きくちぎれました。残り全然あの差詰まらない、引き離すのみ。2番手はオーブ、これは強い。圧勝先頭だ。コパノリッキー今ゴールイン、段違いの強さです。段違い、2着はオーブ、3着にオーバーラケット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。これで2歳1番まさしく日本が3連勝じゃないでしょうか。そうです、2歳1番3連勝となってます。この時点でもう3勝してるのは強い。さあ続いてファーストレディステークス、天のそばにいるねです。もう一番人気ですね。126、110を超える馬は他にいません。だからいけるんじゃないでしょうか。では早速レース行ってみましょう。キーンランド競馬場、牝馬限定 G1 ファーストレディステークス、
芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはカシミヤミントオレンジエイトラックス。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくオレンジエイトラックス行きました。続いて前へ行くのはカシミヤミント、さらにはザトツアスクワートル、足毛の馬体、ツナークエピセット、その後ろオレンジエイトラックス先手を取りました。大きく離れましたトリックウィンド、その隣にスティングキャバーン、その横にタップアイバー、すぐ隣にザッツアミザール、黄色の帽子レジェンドスイープ、その後ろアライルファッション。この馬もこのグループ、後ろからの競馬になりました。天のそばにいる鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。少し離れて超絶アリシア続いています。このあたりで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はオレンジエイトラックス、2番手はスナークエピセット、さあ一気にまくっていった。間を挟んでザッツアミザール、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう先頭に躍り出ました。そばにいるね。後続を引き離しにかかるスナークエピセット、懸命に追いすがります。残り 200m を通過して、あとは引き離すのみ。2番手はスナークエピセット、天のそばにいるね、今ゴールイン。段違いの強さです。またも圧勝です。スナークエピセット、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のそばにいるね、まさしく日本が世界に誇れる馬です。次は2連勝か。順調ですね今回。さあ、フィリーズマイル G1 初挑戦のトレブが出走です。一番人気か、104とか105ばっかりなんで能力がつかみきれないですね。ヨーロッパってこともあり正直わかりません。ではレースいきましょう。ニューマーケット競馬場 G12歳限定 G1 です。フィリーズマイル芝 1600m、 これ牝馬限定じゃないかな。マイル戦の2歳牝馬 G1 です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはトレブ、綺麗なスタートを切りました。スタート良かったんだ。まあ差し馬ですけどね、直線競馬か。シラソル、この馬も上がっていく構えです。さらにはミッドウェイマジェスタリア、このスタートが良いところがどう響いてくるか。先手を取ったのはトレブ、先頭に立ってるや。その外からドージング・グロッコ、内からはアンドーバーグリーン、スピード違いがあるのでしょうか。オレンジの帽子デンジャラス・ディスガイズド、その後ろアーモリアル・チャージャー、この馬もこのグループ、その外にカルボナリカトマイ、スタティラリズム、そのうちに続いています。並んで栗色の馬体フノックウェービング、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。これに続いてオマハワーシップ、この辺りで先頭が変わりました。シラソル、2番手はトレブ、絶好の手応えです。ここからです。でトレブ3番手、さあ追い出した。このまま逃げ切れるかどうか。日本と世界意地のぶつかり合いだ。トレブ先頭、リードは2馬身から3馬身、あと200m。 いやこれ勝ちましたね、強いわ。引き離しました。あ、またぶっちぎりだ。これは強い。トレブ圧勝です。トレブ今ゴールイン。圧巻の G1 初挑戦でした。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トレブ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。6馬身差でしたね。
故障しにくい。トゥーラックハンディキャップ型のツイッター登場、またも一番人気、ずっと一番人気続きます。今回はバラエティクラブが立ち上がりますね。型のツイッターちょっと見劣ります。ツイッターってまだだよな、まだなってないよな。さらに追い込みなのは不利、バラエティクラブが有利に見えます。レースです。コーフィールド競馬場 G1 トゥーラックハンディキャップ芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スイーティフランシス、コースタート、モアジョイアス、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスイーティフランシス花に立ちます。その後ろからはスターコーモラント、この馬も上がっていく構えです。さらにはバラエティクラブ3番スタイル&トレイル、その後ろ先手を取ったのはスイーティフランシス、その後ろからはモアジョイアス、これに続くのがグリーシャンオーバー、スクリーンダッシュ、それに続いています。並んで6番ジャックピンキー、すぐ隣にオリエンタルグリービー、ゼウスアライブド、それに続きます緑の帽子マダムクレス、その後ろ、その横にアーリーグリップ。前に3頭いますね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者どこにいるんだ。スイーティフランシス旗のツイッターは内からバラエティクラブ、先頭変わってバラエティクラブ、あ、中ですね。ピンクの帽子、長い直線ここからどうか。バラエティクラブ、バラエティクラブが抜け出して旗のツイッターも来てるんですが届きそうにない。残り 100m、 2番手は3番手にようやく上がったが3着前でした。強いバラエティクラブ圧勝ゴールイン。2着はモアジョイアス、3着に旗のツイッター、勝ったのはバラエティクラブ、見事な勝利です。コーフィールドカップ天野ブログ一番人気124、ファーがファーとの対決ですね。124が、まあ110台の馬も結構います。キンランドアイランドとかアンビシャスドラゴンなんかも警戒ですね。追い込みなの不利ですね。ではレース行きましょう。コーフィールド競馬場 G1 コーフィールドカップ芝 2400m です。こちらオーストラリアのコーフィールド競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。コースタートを決めたのはパーマキシオス、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してパー花に立ちます。その後ろからはマキシオス、この馬も上がっていく構えです。さらにはハイエストナレーター12番サンセットグロット、その後ろ先手を取ったのはパー、その後ろからはイングランドバドミントン、これに続くのがギンランドアープライド、並んで6番カーペンターオーラダ、赤の帽子スイーズサクルメント、その後ろすぐ隣にターストレード、これに続いてアンビシャスドラゴン、スワラージイレブン、すぐ後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。その隣にアフターザベリー、その外からグッドネスロケット、並んで2番バンティズプロビス、 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。最後方です。まだ一
番後ろに天野ブログ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番パー、依然として先頭。パーは一方先頭ですからね、届くんか届かなさそうだろうな。それに続いています。さあ4コーナー回ってきた、直線コースに入りました。まだ最高峰だ。2番手はマキシオス、イングランドバドミントン。3番手天野ブログ、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はパーマキシオス、続いています。さあバグがイングランドバドミントン続いています。カーペンターオーダー、ここで仕掛けていく。その外から天野ブログ、パーも仕掛けたがちょっといまいちバグ伸びが良くない。さあ一気に伸びてくる。さあ先頭は今度は外はなんだあれ、天野ブログ迫る。いや抜け出した、天野ブログ、勝ちました。ブログ1着、2着はプリンスビショップ、3着にマキシオス。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました天野ブログ。まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいプリンスビショップと靴を並べての伸び勝負で勝ち切りました。お絆アップ。さあ、Gベレスト、世界最高賞金額だったと思うに、ブラックキャビアが出てまいります。ブラックキャビア1番人気、2番人気 JJ ザ・ジェットプレーン、 3番人気か5番人気はライバル馬が揃ってます。みんな怖い馬です。ブラックキャビア134ですね。120超える馬ないんですね。マーレクが68で1番、さあこの構成でいきましょう。レースです、ロイヤルランドウィック競馬場 G1 ジ・エベレスト芝 1200m 電撃戦、世界最高額賞金を誇るレースになります。ここオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場で行われるのは芝の世界最高賞金額を誇るビッグレース。まあ、かつて積み上げたいですね。ジ・エベレスト間もなく発走です。スタートしました。ロケットマン好スタートを切りました。スタートはスタートを切りました。まあまあ、ダッシュを飛び出してロケットマン鼻に立ちます。これが大ダメージじゃないでしょう。この馬も上がっていく構えです。さらには大きな影響ないでしょう。 G17 勝キングズゲートネイティブ、その後ろ JJ ザジェットプレーン先手を取りました。大きく離れました。エブンリープリメラ黄色の帽子、エブンリープリメラがなんか20万になってましたね。展望ではブライブコードブラックキャビアこの位置です。内からはピエロ、その外からエラビスタマーレク、そのうちに続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。直線勝負、外から伸びてくる。 JJ ザジェットプレーン先頭、伸びがなんかいまいち足りない感じはするが、残り 200m。 さあしかしまだ200ある。マーレクだ。厳しいか。マーレク、マーレク1着、2着にはどうやら JJ ザジェットプレン、3着にブラックキャビア、勝ったのはマーレク、見事な勝利です。いまいち伸びが足らなかった感じです。うわ、マーレクに敗れてしまいましたね。ライバル馬のさあ、府中牝馬ステークス天野蓮舫1番人気、片野マイガールを出走です。
印天の蓮舫が本州含めて二重丸多いですね。チーフズプリマが対抗となっておりますが、またお前ガールは白三角がつくのみか。2番人気はチーフズプリマですよね。さあ片思いガール先方はどうするか。まあこのままでいくか。ではダイジェストいきましょう。東京 G2 アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス、牝馬限定芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ドナウブルー先頭、内から片のマイガール、外から天野蓮舫、アイムユアーズ、いい足だ。ここから勝負をかけます。あと 200m 天野蓮舫。さあこれは伸び遅い、後続の足色もなかなか、内からなんか伸びてる。2番手はマイネーサベル、天野蓮舫。いやなんとか勝った。体勢有利、新勝ではありましたが勝ちました。エリザベスか、出てもいいかもしれないですね。そして片思いガールは9着、ちょっと成績が、おっと、川田騎手との絆最高に深まりまして、学習能力なんでしょうね。学習能力、さあオクトーバーステークス、天の海ザム登場、1番人気、これはカッパギさんの置いて全部二重丸ですね。勝てるんじゃないかな。ダイジェストいきましょう。東京オープン特別オクトーバーステークス芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、天の海ザル先頭、1馬身から2馬身のリード、ユニバーサルバンク懸命に追いすがります。天の海ザル先頭、残り 200m を通過して、天の海ザル後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はユニバーサルバンク、天の海ザル勝ちました。1着天の海ザル、見切りましたね。2着はユニバーサルバンク、3着にエアギャレット、これは桁外れの強さだ。天の海ザル、オープン特別に回したのが正解だったかもね。鉄砲微妙だな。さあ秋華賞ジェンティルノンナが出てきます。2番人気がビルシーナ、3番人気凱旋フレーム、いずれもクラブはですね、やっぱりビルシーナが怖いって感じです。ビルシーナ馬娘になりましたよね。オークス2着でシオンステークス取ってるのはやっぱり強烈ですが、ジェンティルノンナがグリグリですね。評価は、海外の G1 も2連勝してますからね。海外でも実績を上げているっていうところじゃないでしょうか。では、レースいきましょう。3歳の牝馬3冠最終戦秋華賞、京都競馬場芝 2000m で行われます G1 です。京都競馬場3歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。
G1 秋華賞いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のヴィルシーナ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先手を奪うのはどの馬か。アグネスベッティ前に行きそうです。ヴィルシーナそれに続いています。さらにはリズムリージ、栗色の馬体、ベイビーリュー、その後ろアグネスベッティ先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。これに続いてキャトルフィーユ、ハナズゴール、そのうちに続いています。黄色の帽子オメガハートランド、その後ろその隣にピシヘッジズ、これに続くのがピクシーノベル、並んで1番アロマティコ、エアウンベイ、この馬もこのグループ。すぐ後ろにフーラブライド、並んで17番ミッドサマーフェア、アイスフォーリス、それに続いています。1番人気のジェンティルドンナ後方につけています。並んでアシゲの馬体、ウィンドグリーン、1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。この辺りで先頭が変わりました。リズムリージ、リズムリージ後続を引き離す。2番手はヴィルシーナ、オメガハートランド。さあ上がってきましたね。ジェンティルドンナ、まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。中だ、中を割ってきた。いざ勝負の時、もう先頭だ。やはり最後はこの2頭だ。ここで先頭に立ったジェンティルドンナ、残り 200m を通過して2番手はヴィルシーナ、後続は大きく離れた。後続は大きく離れた。話になりませんでした。ヴィルシーナ見せました。2着はヴィルシーナ、3着にアロマティコ、ライバル同士まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはジェンティルドンナ。ウィニングランです。ジェンティルドンナ、3番人気はアロマティコか。 G1 4連勝となりました。貴婦人、さあ次は菊花賞です。一応海外も重賞も4レースうち3つが G1 です。丸森も初の海外、丸森は盛り上がりスタートではダメでしたが、ここは頑張ってほしいところ。距離延長はプラスに働くと思うからな。カレンちゃんも出てきます。カレンちゃんリーチだったんじゃないかな。あと2勝か。ゴルシが2勝か。ゴルシ前線マンだからな。パドリッキーとオーブがライバルカンペ成立です。誰もが未知の舞台、王者へのジャスタウェイの方が上か。一騎打ちムードではありますが、ジャスタウェイ対ゴールドシップ、さて結構馬出てきましたね。まずジェンティル女どうしよう。JC か。JC ちょっと美容距離長いからな。調子は上がってます。11月を1週あたりに出ることも可能でしょう。あ、マノトゥルースがいんのか。こっちもいますね。どんな馬なんだ。まあでも
エミレーツステークスに登録しておきましょう。武豊か。まあでも普通にエリジョでもいいんですけどね。エリジョが合うような気がするけどな。うん、まあエリジョにする、エリジョにしましょう。なんか別の馬出した方がいいかもしれない。で AKB です。これ勝ちましたね。むしろ AKB をさっきのこっちに出すっていうのが良い。ディスコレース、ですね。ディスコレース相手勝ってますからね、チャンスです。でソワリールネがファーストレディ勝ちましたね。これでリーチかかります。次が勝負どころになります。芝ダート両対応なんですね。そう考えるとダートに出す必要ってないんですよね。別にダート馬に、ダート専門馬に任せればいい。まあ、ここに出してもいいですけどね。逆に言ったら、まあ、こっちもありですね。こっちでもいい。わからんな、どっちがいいんだ。クラックハンで行こう。あ、なんか被ってるって言われてる。ああ、アンドロイドが武豊だからか。松山くん。あと川田騎手も被りますね。蓮舫が福島記念ですが、あ、ちょっとこれエリザベスは長いんだ、蓮舫。じゃあ蓮舫どこに出すか。芝限定ですからね。まあここでしょうね。勝てるかどうかは別として、出してみましょう。蓮舫の疲れはどれぐらい？うん、まあここまだ出さん、放牧しない方がいいな。そばにいるねが、うん、でトレブは、ジュナイルフィーズ、まあ妥当かな。芝か。ここぐらいだけど、ダートは走れないですからね。これは順当に行かせましょう。ツイッターはマイルチャンピオンシップ。あれ、ツイッターって初 G1 戦、あ、ダメだったのか。まあでもここでしょうね。ここしかないや、ツイッターは。ツイッターまだ一勝なんだよな。のど合い改善したばかりだからな。性格臆病なのを何とかしないといけません。柔軟性、あ、他の スピードだろうな。で、ブラックキャビアがマイル、マイルはマイルじゃないよね。さすがに。今がここですね。マーレクは避けて、まあでもここ絶対マーレク出てくるんだろうな。カレンちゃんいるしね。
挟んでおきましょう。あとはマッケンハン杯だけど、これ結構世話されるだろうから出せないですね。となるとやっぱりもう阪神カップぐらいしかないか。結構疲れが溜まっている。山の蓮舫はメートリアークステークスに行く、マイガールはちょっと厳しいよね。このメンバーはエリジョは距離は全然大丈夫なんだけど、それ以前の話で重賞は取ってないな。じゃあどっかの G3 クラスに行かせるしかないですね。ダートはダメやな、芝しかない。2500いけるけどな。確かもう登録してる馬がいるよな。じゃあ福島記念に行かせましょう。リザルは手巻き、いや無茶でしょ。まだこちらも福島記念ですよね、本来であれば。ダートも走れないんで、資本賞金は6400万。まあチャレンジカップに出しましょう。ジェントルナは A 以上で良い。ニコニコが長距離戦なんだな。ルーナシップが香港カップ。ちょっとトゥルース心配ですね、調子が。森騎手が結構森調教師が迫ってますね。たくさん牝馬を中心にたくさん入れてますからね。お、ブルーレイ最上位。あとオーバー騎手300勝、コパの日記山のハヤブサ、さあゴルシュとジャスタウェイ、一騎打ちムードかな。さあそして想定内が出ますが、想定内は厳しい枠の外っていう感じですね。じゃあ行きましょう。ネクスト EP テイラーステークス、アマノアリエッティです。1番人気、しかし107は抜けてはないです。なので、楽観視できない戦いと言えるんじゃないでしょうか。レース行きましょう。ウッドパイン競馬場 G1EP テイラーステークス、芝 2000m のレースです。こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。ポンと飛び出したのはサマーソワル、プレザントアクト。この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはサマーソワル、2番手はプレザントアクト、さらにはラフィング、4番ネバーテンダーフット、その後ろ先手を取ったのはサマーソワル、大きく離れましたゲームガリバー、並んで7番チェリーラーイ。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。少し離れてオパールコスモス続いています。その後ろからはキーンランドサイド、これに続くのがヒルエーシェント、すぐ後ろにサリーズパピルス、緑の帽子ビショップインテンション、その後ろアマノアリエッティ、後ろからそして大きく離れてエリザベスウォール、この位置です。しんがりからパーフェクトシャール、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。14番サマーソワレ、依然として先頭。おっと、後続との差が大きく開きました。これに場内がざわついています。後方勢いつ仕掛けるんでしょうか。大逃げですね。さあ先頭はまだ14番サマーソワレ、リードは6馬身ぐらいあります。サマーソワレ一人旅、2番手はようやく差が詰まってきたがビショップインステーションだけ。直線コースに入りました。日米王者の争いだ。サマーソワレ中を割ってくる。外からビショップインテンション、最後の追い比べ、先頭はビショップ。さあ先頭に立つか。残り200メートルを通過してアマノアリエッティ抜けた。抜けた。2番手はラフィング、アマノアリエッティ、アマノアリエッティ先頭でゴール。2着はパーフェクトシャール、3着にラフィング。世界の強豪相手に見事な勝利を収めましたアマノアリエッティ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。やりました、勝ってくれましたアマノアリエッティ。海外初の G1 なんですね。跳ねて G1 馬、しかも直一騎、これはいいですね。さあ、イギリスチャンピオンズスプリントステークスにカレンちゃん出走です。一番人気です。2番人気グラッドカーリー、3番人気ブラムサドルスとなっております。カレンちゃん121、グラッドカーリーが114、他は110を超える馬がもうすらない、こんな感じですね。先方も前に行く馬少ないんで有利と言えるんじゃないでしょうか。では勝ってもらいましょう。レースです、アスコット競馬場 G1 イギリスチャンピオンズスプリントステークス、芝 1200m のスプリント戦です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。スタート先行争いウルフドリルを前に行きそうです。前に行きそうです。それについていますカレンちゃん、ブラムサドルス、どうやら後ろからになりそうです。直線競馬になります。前に戻りましょう。カレンちゃん先手を取りました。その外からバーティアスジーニアス、その隣にアラートアトザトップ、これに続いてジャックタルク、その外にウルフドリルオ、プリーチフィールド、そのうちに続いています。その外にパワフルコレット、内からはカラフルテイスト、緑の帽子。さあいよいよ勝負どころ、その後ろ追い出すカレンちゃん、内からはイタリアラウンド、内からは横一線に広がるカレンちゃん先頭、2馬身から3馬身のリード。プリーチフィールド足色は十分、前に迫れるか。あと 200m、カレンちゃん差を広げる。勝ったでしょう。2番手はプリーチフィールド、カレンちゃんやりました。カレンちゃん完勝。2着はプリーチフィールド、3着にプレザントスリッパーズ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めましたカレンちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 2連勝となりました。ようやく本格化っていう感じですね。
さあ、チャンピオン、イギリスチャンピオンステークス、アマノブルーレイ、一番人気。ブルーレイ、しかし106です。厳しい。117の馬が多い。ガチサマン、トワイスオーバー、ノーブルミッションとなっております。逃げ馬が4頭もいますね。追い込みで届くかどうか。これダイジェストでいきましょう。アスコット競馬場 G1。イギリスチャンピオンステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに。どこにいるんだ。ノーブルミッション中だ。さあ、ラジ様一気に来た。アマノブルーレイ、あとはどこまで伸びるかですね。足色では厳しいか。残り 200m を通過して、足色では厳しいな。ラジ様伸びが足りない。ノーブルミッション、ラジ様先頭だ。ラジ様、ラジ様4着か。2着はノーブルミッション、3着にトワイスオーバー。勝ったのはラジ様、見事な勝利です。さあ、コンディション天の丸森、これ G3 ですね。一番人気丸森にとっては、その G3 からをスタートさせます。まあ、比較的距離適性が長い方、クラシック寄りなんで、適当なレースがここだったっていうわけですね。ではダイジェストいきましょう。パリロンシャン競馬場国際 G3 コンディション2歳限定芝 1800m です。最終コーナーをカーブして、さあ丸森先頭です。日曜王者意地のぶつかり合いだ。天の丸森先頭、さあしかしもう後ろから来ているぞ。タンブルエレクト、タンブルエレクトが伸びてきた。前を捉えられるか。残り 200m を通過して、ちょっと持つのか。粘り、粘る、粘り切った。なんとか勝ちました。3着にタンブルエレクト、天の丸森見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。これ重賞初制覇じゃないかな。賢いって言ってます。総合ブインド、天のテルテル、富士ステークス、天の想定内、一番人気ではあるのか。サンカルーロ、当選レーブラ、特にサンカルーロですね。やっぱり一勝負は、あとシルポートあたりと言います。前に熊が多いので差し馬やや有利と言えるんじゃないでしょうか。ダイジェストいきましょう。東京 G2 富士ステークス芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。シルポート先頭、後続を引き離しに。さあ伸びてきたぞ。追いすがる、アドマイヤ探す、伸びてきた。ここから勝負をかける。想定内、残り 200m を通過して、天の想定いない。先頭だサンカルロ、内からサンカルロ、サンカルロ先頭だ。サンカルロに敗れましたね。2着は天の想定いない、3着にシルポート、見事に勝ちましたサンカルロ。わずかな差で敗れました。
サキカ賞、ゴールドシップ1番人気、ジャスタウェイ2番人気、アマノイクメン3番人気、ゴールドシップとジャスタウェイの一騎打ちムードです。本命種本命はジャスタウェイで、ゴールドシップと20丸印を分け合ってる感じですね。あ、まあ、この3頭でいいでしょう。ジャスタウェイもクラブ馬です。フォーアララスもライバル馬ではあるんですけど、勝負付け済んだ感じはあります。ではレースいきましょう。3歳ボバクラシック、最終戦 G1 菊花賞、京都競馬場芝 3000m で行われます。さあ、ゴールドシップジャスタウェイに勝って最後を飾るこ、三冠戦の最後を飾ることはできますでしょうか。クラシックの最後を飾るのは菊花賞、舞台は淀の芝 3000m、 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ、最後は大外枠のトリップゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。フレアロール好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくフレアロール行きました。続いて前へ行くのはアイドオブアロー、成田ブース、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から先手を取ったのは天野イクメン、その後ろからはマウントシャスタ、アイドオブアロー、そのうちに続いています。その外にフレアロール、内からはオーンアラナス、その外からトリップ、その後ろにアフネスカフェ、内からはアップルズレッド、緑の帽子ジャスタウェイ、その後ろ第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあ、この辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。先頭から最後方までゴールドシップはジャスタウェイ見るような感じで進んでいきますね。その外に里のギャラント、その隣に東海モス、ゴールドシップ後ろからになりました。並んで3番ラブイズブーシェ、エルプロビデンスすぐ後ろ、並んで漆黒の馬体オリーブセカンド、すぐ後ろにポーションジェスト、並んで4番カレントリルパス、最後方に成田ブース、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から前哨戦の勝ち馬天野イクメン、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し開いてマウントシャスタ、並んで足毛の馬体トリップ、間が空いてアイドオブアロー、これに続くのがフレアロール、並んで15番タフネスカフェ、すぐ後ろにオーンアラナス、その外に里のギャラント、内からはアップルズレッド。さあ、勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ、先頭は依然として6番天野イクメン、2番手はマウントシャスタ、トリップ3番手、ダービーバ、ゴールドシップ、まだ後ろ安城のゴーサインは、ね、上がってこない。後続も追い上げていきます。これシースでは大まくり打ってるんですけどね、全然上がらないですね。さあ、決着をつける時が来た。さあ、まだイクメンが先頭だ。もうイクメンしぶとい。ジャスタウェイ必死に追います。この差は果たして、ジャスタウェイが伸びて、いや、ゴールドシップだ。さあ、先頭は今度はゴールドシップ、2番手は天野イクメン、ゴールドイクメンが粘ってる。段違いの強さです。2着は天野イクメン、宿命のライバル対決、この一戦を制したのはゴールドシップ。やりました、ゴールドシップ、ジャスタウェイに完勝です。そして2着に天野イクメンですね。ウィニングランです。強烈な末脚ゴールドシップ。これは素晴らしい勝利、ガツンですね。イクメンは健闘です。ポイントフラッグ懐かしいな。あ、こんなに出んのか、10月5週は。 PC だけでこんだけ出るのにね、さらに JBC もあるし、秋天もあるし、ですから時間かかりそうですね。
KO。 あ、起点ですね、これ立教ですね、 KO が。お、稲村ビクター、ダートばっかりやん、全然芝のレース出てないや、スミレステークスぐらいや。お、ハロウィンパーティーです。緑のお守り、さあまずローテを決めないといけません。なんか忙しくなりそうですね。まずトレブです。トレブを牝馬か、距離適正ってどうなんだろうな、万能中ってマイルからやっぱり2000なんだろうから、出るとしたらここでしょうね。一騎打ちは免れないってとこか。じゃあ一周放牧で丸森もまあそりゃそうでしょうねっていうとこですが、でもこの馬もっと長い距離が合いそうです。こことかね、出してみますか。ダートはダメなんで、出すとしたら距離延長プラスと見てクリテリウムのサンクルへ。だからで、ここですね、ホープフル、こだまでしょうも出てますが気にせずに行きます。さあそしてフラゲか、フラゲは今週ですね、こだまでしょうも出てますが、ここは一周放牧させます。タニタ、ガンバ、アンドロイド、ジェンティル女が、5勝なんだな。AKB、調子いいですね。でヘビロテがどうなんだろう。まあでもまだ能力が足りないのかもしれんよな、単純に。で女子会、G3 は取ってますが、そっからのなんか伸びがない感じで、ドラッカーですね。ドラッカーはついに、交流重賞に出てまいります。でゴルシは JC、 そりゃ JC だろうな。なんか海外が弱いんだよな、このまま精神力上げてやらないといけない。まあ、一旦一周放牧させましょう。それからローテ決めましょう。イクメンが菊花賞なのになんでマイル出すんだろう。でも菊花賞良かったですね、まあ、セントライト取ってるんで相当の力持ってるんじゃないでしょうかね。マイルチャンピオンシップは距離が短かったから残念だったけど、それ以外となると結構いい線切ってるんじゃないかな。
まあ、まずはこちらの馬も放牧してから決めましょう。ローテを海猿も同様ですね。で、はやぶさが来週、慶音が慶音5勝か。いつも出るって言ってますが、まあでもこれは対決避けられないですね。熱血の山ガール。フラーボードが2着。エリジョか。エリジョしかなかったんじゃないかな。そうなんですよね。エリジョしかないんだよな。まあでも山ガール、これ。メートリアークステークス一周放牧して挑みます。マイガールが福島記念、フランケル、オルフェーブルとも調子はいい。ツイッターもマイル出るんですね。まあでも海外が通用しなかったからここで出るのはいいんじゃないかな。ソバリールネが、あーリーチかかってんだ。ソバリールネクラックハンデで決めていこうっていう構えですね。芝ダート両対応。なんか注目のレースが今回多いですね。で、インサイト、iPhone。iPhone って何勝 ?9 勝か。トゥルサコックスプレートへ毎日王冠を取っての、上り調子っていう感じはします。馬の具は一周放牧ですね。ルーラーシップも休ませなければなりません。一周放牧でいいでしょう。アホはスワンステークスんでいいのかな。まあ取ってないからな。ラキッサが BC スプリント、ニコニコ疲れがだんだん溜まりだしてますね。で、イナバウアー、キャンキャン、ちなみにニコニコお任せになってますが、ちょっと調教方針を距離適正重視に変更します。さあリーチですよ。キャンキャンだよな。あでも地方回せるとリーチではないのか。作品賞これは一種放牧ですね。タノヘイト、
で、スマートファルコン、で想定内は JC 出るんだ。いや JC は長すぎます。 JC のわけがない。マイル1000あたりがいいですね。かといってマイルチャンピオンかなって言ったらそうじゃないよな。4億だからケアハヤ無理ですね。マイルチャンピオンシップしかないんじゃないかな。想定内はマイル一周放牧かな。と少し待ちください。 1,2 分ほど待ちください。はい、お待たせいたしました。では行きましょう。
PC かゲームオンデュードですね。スマートハルコンは挑みますが、それでもゲームオンデュード、スマートハルコンは首位互角ですね。まあ、丸ってことですね。2番手評価か。吉富騎手、起点は肩の軽音です。次は天野フィッツ。スワンステークスは、なるほど、アラホは3番手ですね。じゃあ行きましょう。ネクスト、BC フィリー&メアターフ、アマノアイフォン登場、1番人気。あ、イナバウアーと2頭出しですね。イナバウアー113、プリマカルタとかもいるんだ。プリマカルタが ゲームセーバーライバル馬だけど、ハーモニアスなんかもちょっと人気がないですね。あとザゴラですね、やっぱり強いのは。さあ、稲葉は先方変えられますが、まあ、このままでいきましょう。レースです。サンタアニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&メアターフ、牝馬限定芝 2000m です。芝の女王決定戦ブリーダーズカップフィリー&メアターフです。華やかに美しく、そして誰よりも早く、ここを制し最強牝馬の座につくのは果たしてどの馬か。まもなく発走です。スタートしました。ザゴラ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくザゴラ行きました。続いて前へ行くのはウィンターメモリーズ、さらにはアプスリボーン、9番モシーン、その後ろザゴラ先手を取りました。好位置をキープしています。アマノイーナバウアー並んで最強女王、アマノアイフォン、ドライヤードトゥース、それに続いています。すぐ後ろにプリマカルタ、内からはオパールキーパー、デイムセイバー、それに続きます。その隣にハーモニアス、これに続くのがオークジンクス、その外にガイアシューティング、最後方にノットフィネス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度 G16 勝ザゴラ、依然として先頭オレンジの帽子アプスリボーン、その後ろ少し開いてモシーン、これに続いてプリマカルタ、並んで G1 馬ウィンターメモリーズ、アマノアイフォン、すぐ後ろオパールキーパー、そのうちに続いています。並んで6番ドライヤードトゥース。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ザゴラが要注意ですね。さあ捕まえに行く。引き離す。2番手はアプスリボーン、ウィンターメモリーズ、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ザゴラ先頭、外から勢いよくアマノアイフォン。あ、でもアイフォン先頭捕まえた。アマノアイフォン先頭。アイフォンですね。2番手はアマノイナバウア。イナバウアか。アイフォン勝ちました。世界の強豪相手に勝利を収めました。アマノアイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。アイフォンとイナバウアーやってくれました。さあ BC ディスタス、アマノキャンキャンです。2番人気、1番人気はロイヤルデルタ、オーサムフェア、イッツトリッキーなど燃えております。これはレースでいきますか。先方変えられるんだけど、まあこのままでいってもいいやろな。レース行きましょう。サンタアニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップディスタス、牝馬限定ダート 1800m です。アメリカ競馬の祭典に花を添える最強女王決定戦ブリーダーズカップディスタス、
最高峰の舞台で女の意地と意地が激突します。華麗なる戦い、まもなく開演です。スタートしました。イッツトリッキー。これはいいスタートを切りました。ポラムプリティ。ダンダがまあまあですね。ダッシュよく飛び出してポラムプリティ。先頭へ立とうとしているぞ。イッツトリッキー。この馬も上がっていく構えです。カムオンエアウェイ、後方からの競馬、先頭に戻りましょう。キャンキャン先頭です。引っかってるの。その外からレイアットザスパ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。少し離れてイッツトリッキー。ペース狂わされなきゃいいんですが。その隣にアイアン、すぐ隣にグレースホール、プラムプリティ、そのうちに続いています。その外にフェイバリットマシーン、これに続いてロイヤルデルタ、並んで7番オーサムフェザー、内からはドッティアピス、緑の帽子、ステファニーズ。さあ、コーナーワークを利している競争です。すぐ後ろ並んで G1 馬ブリリアントオリンピア、先頭は依然として天野キャンキャン、レイアットザスパ、ほとんど差がありません。さあ、ここからですね。間を挟んでグレースホール。そんなに大きく上がってくる馬はいない。逃げ切れるか。この辺りで後続が、いや、いる、一頭いる。黄色い帽子だ。直線コースに入りました。天野キャンキャン先頭。しかも勢いがいい。通過して一気に後続が抑えかかってきた。どうだ、内からも来ているが、なんとか逃げ切った。キャンキャン1着、2着にはどうやらイッツトリッキー、3着にオーサムフェザー、世界の強豪相手に勝ちましたね。キャンキャン、天野キャンキャン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ、女王が集うレース勝ちました。 G1 4 連勝。地方交流重賞から始まってどんどん勝っていきますね。そして BC マイルフランケル。さあ、ABC マイルフランケル出走、一番人気うさゆち枠ですね。137、これは抜け出てますね。今人気アニマルキングダム、3番人気パワー、4番人気ムーンライトクラウドとなっております。ではレースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップマイル、芝 1600m マイル戦です。ますますヒートアップするブリーダーズカップで、今度は芝のマイル王者決定戦、ブリーダーズカップマイル、世界のベストマイラーたちが頂点をかけて戦います。いよいよ発走です。スタートしました。キングデイビッド。スタートあんまり良くなかったな。この馬もあ、いや、内枠だから、ここだから、まあまあのスタートか。その後ろからはミラウェーブ。この馬も上がっていく構えです。アニマルキングダム。後方から、それでは先頭からオビアスリー。先手を取りました。その外にキングデイビッド、ミラウェーブ。そのうちに続いています。シンガポールキャバン。先行争いが激しい感じ。各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。緑の帽子。集団を追走ですね。その後ろ大きく離れました。ミッドナイトインタールード。並んで12番デザートスピノザ、すぐ隣にインガルック、ネイベルキッド、この馬もこのグループ、これに続くのがオーダーシティテキサス、その隣にムーンライトクラウド、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。2頭がなんか大きく逃げ争いしてる。あ、バテてきた。ここりました。オビアスリー、さあ、後方がついそうしてる。フランケルが結構後ろにいる。直線コースに入りました。日米王者、大丈夫か。いや、伸びているフランケル。ここで先頭変わってデザートスピノザ、最内から一気に、どうだ、完成るか。いや、無理だ。デザートスピノザ体勢有利。デザートスピノザだった。やられたのは。さあ、 BC スプリントはアマノラキスタですが、一番人気これアマゾンビですね。強いね、アマゾンビは。131
ちょっとこれはかなわないと思います。それにスプリングタイガーとタービュランドディセントがいますが、先方変えられます。引き、先行策に引きましょう。これダイジェストかな。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップスプリントダート 1200m の電撃戦です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あのと厳しい。後ろちょっと後ろすぎる。残り 100m。 2番手はスマイリングタイガーアマゾンビ。この馬で決まりか。ルチーナ一頭強いや。圧倒的な強さを見せました。2着はスマイリングタイガー、3着にタービラントディセント、勝ったのはアマゾンビ。見事な勝利です。前に行けなかったな。ラキスタなんとか5着。後ろになってしまった位置取りが。さあ、BC ターフオルフェーブル出走です。1番人気128リトルマイク、ポイントオブエントリーなのかも120台で、強敵になってくるでしょう。で、2番人気がビッグブルーティキトゥンとなっております。さあ、これ追い込みなのがどう影響してくるかですね。このババですからね、後ろからだと遠かないかもしれない。オルフェーブル勝てるんでしょうか。レースです。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップターフ、芝 2400m で行われます。ダートの本場アメリカで行われる芝の最高峰レース、今年も世界中からターフのヒーローヒロインが集まりました。勝利の女神はどの馬に微笑むんでしょうか。ブリーダーズカップターフ、まもなくスタートです。スタートしました。リトルマイク好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはリトルマイク、さらにはフォーティアスブレイブ、5番アルセアプーガー、その後ろリトルマイク、先手を取りました。トレイルブレイザー、そのうちに続いています。これに続いてスピンコーラル、その外にゴールドスペクタキュラー。最高峰ですね。サンタニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。そして大きく離れてエンプルディバイン、この位置です。その外からでも前に行こうとしてますよ。オルフェーブル最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最高峰までおよそ20馬身、2頭以外は一段になっている感じです。 G1 2勝ビッグブルーキトゥン、黄色の帽子ディアウィンストン、その後ろオルフェーブル、この位置です。大きく離れました。トリッキーシカラード、しんがりからザ・ピッツァマン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。10番リトルマイク依然として先頭、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その隣にポイントオブエントリー、そして大きく離れてフォーティアスブレイブ、この位置です。並んで栗色の馬体、ゴールドスペクタキュラー、エンプルディバイ、それに続いています。その外にイマジンエフォート、内からはトレイルブレイザー、その外にディアウィンストン、並んで14番ビッグブルーキトゥン、オルフェーブル、後ろからになりました。並んで5番アルセアプーガー、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ、先頭は依然として G13 勝リトルマイク、ポイントオブエントリー、ほとんど差がありません。オルフェーブル上がってきた。ビッグブルーキトゥン3番手、日米王者の争いだ。追い出した。残り200m を通過して、さあ先頭は今度はどうだ。先頭に立った。オルフェーブル差し切った。勝ちました。オルフェーブル1着でゴール、2着はポイントオブエントリー、3着にビッグブルーキトゥン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オルフェーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。芝の最強馬決定戦、ギフトマイク買ってライバルボーナスをもらいましたね。
さあ BC クラシックスマートファルコン出走2番人気か、1番人気はゲームオンデュード138、負けますねこれ。ダイジェストでいきましょう。ちょっと先方は考えないとね。ゲームオンデュード逃げか、まあやるしかないな。サンタインタ競馬場 G1 ブリーダーズカップクラシックダート 2000m です。さあ決着をつける時が来た。あ、ダメですね。日本と世界意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 先頭はスマートハルコン。一気にゲームオンデュード、スマートハルコンだ。先頭だ。粘った。ゲームオンデュード大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間、写真判定ですね。VTR で確認してみましょう。粘ったように見えるんですけど、どうか。刺されてる？あー、いや、なんとか粘りました。ブリーダーズカップクラシックスマートハルコンなゲームオンデュードを破った大きな勝利です。水分を多く含んだダートが得意。なるほどね。さあ JBC レディースクラシック天野 LL ループ1番人気、天野ドラッカーも出走してますがちょっと人気がない。他凱旋ナルニアもあります。 2番人気はクラブーバー、凱旋夢叶えです。ミラクルレジェンドですね。他はクラベセクレーター。ちょっとドラッカーは先方を差しでいきましょう。レースです。大井競馬場 JPN1 JBC レディースクラシック牝馬限定ダート 1800m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さて何が行くのでしょうか。ミラクルレジェンド前に行きそうです。天野エネループそれに続いています。さらにはエルエーデルワイス、栗色の馬体、フラキンコ、その後ろミラクルレジェンド先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーにかかります。その後ろからはピエールナオちゃん、緑の帽子、凱旋夢叶え、その後ろ2番手に2番天野ドラッカー、これに続くのがダンスーズコール、内からは凱旋ナルニア、並んで3番西野ナース、その外にスキームキャロット、クラーベセクレタ、すぐ後ろ春サンサン、そのうちに続いています。その隣にヒールウェイズ、すぐ後ろにオークションコース、しんがりから東北美人、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。14番ミラクルレジェンド依然として先頭、前はミラクルレジェンド、2番手はクラキンコ、3番手に天野ドラッカ ー絶好の手応え。天野ドラッカーこれはいい位置につけています。この辺りで後続が上がってきたぞ。さあ先頭はミラクルレジェンド、4コーナーカーブから大外だ、大まくり。先頭は天野エネループ、エネループ残り 200m、 先頭は依然として天野エネループ、一気に抜け出した。手は凱旋夢叶え、天野エネループ差を広げる。強い豪快なレース。2着は凱旋夢叶え、3着に凱旋ナルニア、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天野エネループ。ジュアンバとなったってことは初めてですね。ドラッカーはまだしゃあないですね。交流重賞
JBC クラシック型のインサイトですが7番人気、1番人気は北高たる前、これは厳しい。トライセンド、フリオーソ、スパルシティラですね。さあ型のインサイト差しで行ってみましょう。ダイジェスト大井競馬場 JPN1 JBC クラシックダート 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、北高たる前先頭、内からエスポワールシティ、あと 200m、 先頭は依然として北高たる前、2番手はトランセンド、北高たる前、差を広げる、先頭は北高たる前、1着でゴールイン、2着はトランセンド、3着にマコトスパルビエロ、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは北高たる前。インサイトは8着、バグに進みました。アルテミスステークス天のフラゲ登場です。1番人気グリグリですね。重賞初制覇かな、ここ勝ったら2歳限定戦。ダイジェストいきましょう。東京2歳限定 G3 アルテミスステークス、芝 1600m マイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭に踊り出ようとしている。グラウンドゼ先頭、外から天のフラゲ先頭、グラウンドゼ2番手、手応えはどうか、内からオリーブバウンクル、残り 200m を通過して、後続は遥か後方、2番手はオリーブバウンクル、後続は大きく離れました。天のフラゲ強い強い、天のフラゲ圧勝ゴールイン、2着はオリーブバウンクル、3着にメジロウィード、1番人気に応えました。天のフラゲ見事です。グッとくるスピードだ。 A ぐらいはありそうですね。さあスワンステークス天のアラフォーです。1番人気、ファリダットクラブはファリダット、凱旋フィートが出走、凱旋フィートは収支がない、本正面はファリダットに捉えたか。ダイジェストいきましょう。京都 G2 毎日放送賞スワンステークス、芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防、天のアラフォー先頭、しかしその差はわずか、ここが踏ん張りどころ、外から来ているぞ、後ろはどうだ、2番手は鶴丸レオン、一気にブライトライン、天のアラフォーなんとか逃げ切った。2着にはどうやらブライトライン、3着にパリダット、まずは前哨戦を制しました。天のアラフォー、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。カダキシュ、さあ新潟牝馬ステークス天の女子会登場です。1番人気グリグリですね。シオンステークス2着重賞狙うは重賞初制覇、リーブムーニーオールザットジャズっていうところでしょうか。ダイジェストいきましょう。新潟オープン特別新潟牝馬ステークス芝 2200m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ウィングド風船先頭、外から天の女子会、残り 200m、 先頭は変わって天の女子会、2番手はオリーブムーニー、天の女子会先頭だ、勝ちました。1着、2着にはどうやらオリーブムーニー、3着に海のイマージン、1番人気に応えました。天の女子会見事です。本当力強い勝ち方ではないですね。
さあ天皇賞秋です。1番人気片野剣王、2番人気天野フィッツとなります。がクラブはトゥーザグローリア、凱旋席駅らも出走。でも剣王が二重丸ですね。グリグリです。さあフィッツどうするかですね。先方前に行く馬少ないからな。でもまあ追い込みで行きましょう。レースです。さあ秋の中距離王決定戦 G1 天皇賞秋、東京競馬場芝 2000m で行われます。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のダノンバラード、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。トゥーザグローリー、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。2番トゥーザグローリー行きました。ビートブラック、これに続きます。トゥーザグローリー先手を取りました。少し間が空いて成田クリスタル、その外から凱旋ダイヤパル、内からはダノンカモン、並んで11番中山ナイト、ローズキングダム、この馬もこのグループ。オレンジの帽子片野圭佑、いい位置につけました。ピンクの帽子ヒルノダムール、その後ろ凱旋赤ヘッド、その位置に続いています。さらにはコスモヘレノス、その隣にレーシンフラッシュ、その横にダノンバラード、内からはダークシャドウ、並んで5番アパパネ、当選ラー、すぐ後ろ、その後ろにアマノフィッツ。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。大景気を通過していきます。さあ先頭はビートブラック、まだ粘っています。2番手はトゥーザグローリー、間を挟んで凱旋ダイヤパル、3番手第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立ったトゥーザグローリー、トゥーザグローリーが先頭は3馬身のリード、片野圭佑剣王が追う、悪くありません。前を捉えられるか、あと 200m、 一気に後続がやってきた。片野圭佑でも届かないぞ。トゥーザグローリー粘る、トゥーザグローリー、トゥーザグローリーやられた。1着2着は片野圭佑、見事に勝ちました。トゥーザグローリー片野圭佑、わずかの差で勝利を逃しました。うわぁ、坂がダメ、初の G1 か。さあカシオピアステークスです。ちょっとこれは飛ばしましょう。猫パンチか。ルミエールオータムダッシュ、天野ヘビロテです。1番人気グリグリとなっております。まあ大丈夫ですね。ダイジェストいきましょう。新潟オープン特別、ルミエールオータムダッシュ、芝 1000m の電撃戦です。前はウィンドダブル、デーム大高、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った天野ヘビロテ、あと 200m、 天野ヘビロテ余力は十分か、さらに引き離していきます、セーフティーリードだ、ファインチョイス、ぶっちぎった、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、天野ヘビロテ。アゲポヨとガンバローの2頭が入厩ですね。
4頭ですか、打って変わってここの州までやりましょう。いつも欧州です。あ、桜子さんだ。おっと、7万人突破です。東証ボーイ、スピード重視ってことですね。班長の教え、ブログが JC でいいのかな、あ、いいのか。想定内がマイルですよね。キャンキャン、これは疲れがちょっと溜まりすぎている。健康 A なんで思った以上に疲労が溜まってますね。とはいえ育成が上がるんで、ここで放牧っていう選択肢は取れません。ダートか、1807の2200、出せるレースってでも普通に考えてクラックハンデとか、シガーマイルハンデとか、そうだもんな。あ、でもこれやったらあのキャンキャンを、あ、ないんだ。はい、次は、まあ、帰ってくる前だから作れないんだな。ループがようやく JPL1 ですが勝つことはできました。ループ一周放牧かな。つぼみが落ちてブラッキャビアはここに出すしかないっていう状況で、ラストですね、引退前の。ブルーレイは有馬記念、有馬記念なんだ。いや2勝なんでこんなとこ出してるわけにはいかないよな。あ、なかなか勝てませんからね。確実に勝てるレースをちょっと行かないと厳しくなってくるよね。クラッシュが出てくるのか。アニバじゃないよね。でも
で、アラフォーが3ステークス取った。11新聞杯ちょっと微妙に距離が長い気はするし、本賞金的にもね、まあ普通にアラフォーここでいいような気はする。マイル出してもいいけどな。ツイッター行く面とかいるから、まあここに出しましょう。普通にもしくはまあここでもいいんです。キャピタルステークスでも、キャピタルステークス出しますか。iPhone が受賞してるんか。じゃあまあここを走らせても全然いいよなと言いつつ、本当にそれでいいのか。ロケットマンか、オグリッド・イタジャラ、キャメロット、二頭出しで行くしかないよなこれ。まあでもどっちからつけてますからね。これまだ機種のままでいいんだ。でカレンジャーは香港スプリント、あと1勝です。そばにいるでもあと1勝ですが、本当かな。交流重賞取ってないから、この馬は本当の一勝ですね。ここで決めたい。天のそばにいるね。トゥーサコックスプレート、でフランケルは京都記念ですが、こんなとこで、黙っちゃ いられませんよ。潰しに行きます。ここに勝負かけます。1頭だけしか出られないんだ。じゃあ無理か。いや違う、こちらもライバル馬がいます。オルフェーブル放牧中、それとスピードエインなんだよな。競馬距離は大丈夫だ。じゃあアニマに出てもいいと思う。競歩賞か。チャレンジでしゃあないでしょうね。マガルはイリジョンに挑戦します。蓮舫がメイトリアークはカラーズ、今年は JC か。ちなみにここに出ているニコニコが出るのか。
組はマイルとか言ってますが、ちょっと距離長いですね。本来は適正から考えると GC でもいいんですが、ここです、ハリウッドダービー。中ですね。先手の長いエリザベス AKB、5勝上げております。すでにアリエッティも JC か。でも JC は距離が長いのでここは出さない。イピテラでようやくここ取りましたからね。これからです。ここかな、蓮舫いるけどな。あ、ここかな。ダートはダメなんで。ヘビロテはカペラ。女子会 JC って言ってますが、距離上限だし、力なんでもまだです。まだ足りない。だとダメなんで、チャレンジしかに中一新聞杯かな。まだ無理ですね、ここだと。フェイトいるのか。疲れはそんなに溜まってないんで出しましょう、武蔵野ステークス。パノリッキーが全日本2歳優秀って言ってますが、本当に出すレースないのかな。あ、ないんだ。じゃあ2歳優秀出すしかないっていうとこですね。重賞初制覇を狙うで、頑張ろうが、両対応か。で、揚げぽよが芝。待って、誰だ。真中くん。トレブとフラゲが JC、 対決は避けられないってとこでしょうね。森がクリテリウム、海外行きます。クリテリウムドサンクル。やりましたね、スマートファルコン。
日本の英雄スマートハルコンルエーブルをしっかり勝ちました。最上位ロバートじゃなくてバローと、さあ天のハヤブサがここに出てまいります。なるほど、どんどん会員数を上げております。すごい増えましたね。桜子さん、総合力に優れた馬に惹かれますって言われてます。総合力か、まだこの辺全然誰も買ってないんですよね。キブネさんとかも、なんでだろう、買えるのに。ダメ、やっぱり ジョッキーのかぶりを見よう。ないね、ジョッキーのかぶりは。丸森早めだから、あ、ダメだ。では行きましょう、翌週です。コックスプレーターマノトゥルース2番人気か、あ、100なんでファーがいいのか、これは厳しいでしょう。1番人気はプリンスビショップなので、ちょっと層が厚い、厳しいと思われます。ダイジェストです。ムーニーバレー競馬場 G1 コックスプレート芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カバを一気に仕切ります。2番手はファープリンスビショップ、強い強いプリンスビショップ圧勝ゴールイン。2着はファー、3着にマキシオス、勝ったのはプリンスビショップ、見事な勝利です。トゥルース7着か、ここでは厳しかった。さあメルボルンカップ天野ニコニコ一番人気、クラブは当選上段も出走。132なんでニコニコが圧倒的に抜けてますね。当選上段は3番人気となっております。では、レース行きましょう。フレミントン競馬場 G1 メルボルンカップは芝 3200m 長距離戦です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。アルビレオンフォレスト前に行きそうです。スターコーモラントそれに続いています。では前の方から、先手を取ったのはフライトクローデッド、内からはグリームーン、並んで8番プリンスオブペンザンス、
その横にスターコーモラント、アルビレオンフォレスト、それに続きます。その外から直線競馬ですね。こちらはオレンジの帽子、アマノニコニコ、いい位置につけました。直線競馬じゃないわ。アルタノ、その後ろ一周目です。まだエレクトリックカリスマ、ルドルフソネット、すぐ後ろ当選ジョーダン、そのうちに続いています。一覧に並んでいる。その外にファーローシルビア、その後ろからはアローナックル。この辺りで各馬第一コーナーにかかります。並んで5番、アーリーグリック。これに続くのがティルトパティ、しんがりからグッドネスロケット。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました G1 馬グリーンムーン。並んで古豪スターコーモラント、すぐ後ろにフライトクローデ、上がっていってるな。アルビレオンフォレスト、すぐ後ろにタックドボアストロ、前の方行ってますね。位置をキープしています。アマノニコニコ、並んで16番、ルドルフソネット、エレクトリックカリスマ、それに続いています。並んで7番、アルタノ、プリンスオブペンザンス。この馬もこのグループ、すぐ隣にアーリーグリック。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。内からは当選ジョーダン、並んで15番、ファーローシルビア、アローナックル、それに続いています。並んで3番、ティルトパティ、最後方にグッドネスロケット。もう一度先頭から10番、グリーンムーン、依然として先頭、すぐ後ろにフライトクローデット。並んで12番、スターコーモラント、そして大きく離れてルドルフソネット。この位置です。好位置をキープしています。アマノニコニコ、その外にファーローシルビア、内からはアルビレオンフォレスト。さあ先頭は依然として10番、グリーンムーン、フライトクローデット。ほとんど差がありません。アマノニコニコ、この位置から届くのか。さあ決着をつける時だ。日本と世界、マジコ先頭を伺う。グリーンムーン先頭。さあアマノニコニコ一気に来た。さあ先頭に立ったのはアマノニコニコ。あと 200m、 後続を引き離すアマノニコニコ。一気に捉えません。伸びた。2番手はタックドボアストロ、勝ちました。アマノニコニコ1着、アマノニコニコ完勝。2着はタックドボアストロン、3着にアローナックル。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノニコニコ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。メルボンカップ連覇でした。戦場団13着だったんだ。オンラインチャイ戦行ってみましょう。一番人気ですね。番人気ボッチちゃん。でも他に強い馬がいます。これは一応ダイジェストで。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ギーゼルバッハブイ、まだ中段ですね。クリスタルアリー伸びてきた。ここから勝負をかける。残り 200m 伸びないな。ギーゼルバッハブイ出まる。2番手はクリスタルアリー、ギーゼルバッハブイ、ギーゼルバッハブイ1着、2着は微妙です。ギーゼルバッハブイ見事このレースを制しました。がっかりです。11着だもんな。エミネンスステークス天の AKB 一番人気となります。116とか強い馬いるな。でも AKB は134圧倒です。ではレースいきましょう。フレミントン競馬場 G1 エミネンスステークス芝 2000m です。
こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ディスコレース、ダッシュがつきません。まずは先行争い、デッサフローラ前に行きそうです。イッツアダンディール、それに続いています。さらにはアマノ AKB、 14番キーンランドアープライド、その後ろ先手を取ったのはデッサフローラ、その外にディスコレース、その後ろからはサムバディブリング、ジュリエコーン、すぐ後ろ緑の帽子スピニングウィッシュズ、その後ろイングランドバドミントン、その前に進出。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。カレリーナセプテンバー、それに続いています。もう先頭を伺うぞ。10番エルフバックファインダー、クラッシーシャマーダル、そのうちに続いています。その外からノンエアコブラ、その後ろにイブリアブラッシュ、その隣にセイクリッドフォールズ、しんがりからチャムシーグレイル、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度6番イッツアダンディール、レースを引っ張ります。すぐ後ろにテッサフローラ、先頭は依然としてイッツアダンディール、2番手はテッサフローラ、3番手にアマノ AKB、 絶好の手応え。最終コーナーをカーブして、からの伸びはどうだ。先頭ほどい出たが、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭変わりました。先頭はアマノ AKB、 リードは1馬身から2馬身、あと200m、 大外かなんか伸びてくる。やってきたディスコレース、迫る、一気にされる。ディスコレース、わずかにディスコレース、かわされた。さあ、アルゼンチン共和国杯、天の早ぶさ一番人気です。本市大宮はギスターブクライに譲りましたが、一騎打ちムードかな。ではダイジェストいきましょう。東京 G2 アルゼンチン共和国杯、芝 2500m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋マー君先頭、外から天の早草先頭、凱旋マー君追いすがります。外からギュスターブクライ、あと 200m、 これは完全にちぎれた。残り 100m、 2番手はギュスターブクライも伸びないな。天の早草先頭だ。先頭は天の早草、1着でゴール、2着はタッチミーノット、3着にモンテクリスエス。天の早草見事な勝利です。なかなかのタイムじゃないでしょうか。重賞初勝利だったんですね。ミヤコステークスクラブは凱旋キングス。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ボレアス先頭、残り 200m を通過して、先頭はボレアス、残り 100m、 2番手はエルスキーム、ボレアス差を広げる。ボレアス1着、2着はエルスキーム、3着にメテオロロジスト、1番人気に応えました。ボレアス見事です。さあ、福島民友カップ、クラブは凱旋別にだが、ちょっと厳しいので飛ばします。さあ、ソレミアとレッドカドーが招待馬、ちょっと寂しいですね。招待馬も、フランケル、ん、フランケル、なんで香港マイルなんで回避です。フランケルも香港マイルなんで回避です。あれ、いや、ちょっと待って、ジャパンカップ登録してる馬 いたと思うんだけどな。さあ、エリジョが2頭出しですね。まあ、あと丸森がクリテリウムドサンクルイ挑戦です。どう言われてる。まあ、2000でどうかっていうところですよね。1008で勝ったんで、
ジェンティオーナーと肩の山がある宿命の対決かな。アメリカンオークス取ってるんだけどな。ファーストのフレミントンの英雄になっているわ。いつの間にか。新女王の座は誰に？貴婦人。ジェンティオーナー。一強ですね、山ガール女を抑えて。はい、ということで、マナハヤブサはジャパンカップって言ってますが、まあ悪くないとは思うけどな。まあ出していいんじゃないでしょうか。内容もなかなか良かったですしね。トゥルースはアニマとか言ってますが、まあちょっと厳しいだろうな。でも距離適正はいいからな。アニマ出ても全然おかしくない。プトンスネットと対決です。ニコニコは最後香港バーズですね。で、これをあと、ごめんなさい、これ終わったら二周放牧ということで休ませます。エミレーツが AKB がエミレーツは惜しかった。本当はもっと勝っていかないといけないし、アリマはちょっと距離が長い。ん？アマノエケビ普通にここじゃないの？なんか登録してる、まあリエッティが登録してんのか、イクメンが登録してるしな。ダートはダメだからな。ロケットマンとかいいのか。あ、でも登録はするからな。全部登録しちゃってますからね。まあちょっと2頭出しでもチャレンジしてみてもいいかな。いや、どうしよう。頻繁限定のレースがないんだよな。でもまだこれからかもしれんし、一応登録はしとくけど。はやぶさがご覧の通り iPhone は全然大丈夫。ヤバは方向僕してますからね。でもヤバは JC 出す価値はあると思う。ちなみに JC の登録はどうなってるかって言ったら、なるほど、ゴルシダさんとさん、はやぶさも登録してるから
これで枠埋まってますね。ちょっとこれは疲れが溜まりすぎじゃないか。なんもなんでも休ませましょう。ウルエブルはまあアニマ全然文句ないですからね。チャンピオン全然文句ないですからね。エネループ。まあこうなると挑みたいとこですよね。でオルフェーブルの方が、まあでもここしかないか。なんで、え、ちょっと待って、大丈夫か。スマートファルコンが。ディスコレイスが強いからな。まあチャンピオンステークスでいいとは思うけど、インサイトはそこじゃないよな。ゴミがいんのか。名古屋グランプリ挑ませましょう。惜しかったよな。80とか88だから全然勝負にならないよな。ルーズ旅14勝してるんだ。オデッセイは嬉しい後継守護馬ができたな。丸森、お、最上位なんだ。距離適正合ってるな、クリテリウムのサンクル。以上はやっぱりジェンティローナだな、ビルシーナ。型の山柄はちょっと落ちるっていうとこですよね。あ、ロゴタイプ出てきたや。もぐもぐパクパク、なんだこの馬。こんな馬いたんだ。投資上げるやつやな。投資上げたい馬。ツイッターだ。
はい、ということで、ここまでとなります。ウィニングポスト9 202111月1週までってことですね。ブリーダーズカップもあってなかなかの長丁場だったですね。4週ですが長丁場でした。ということで、今回はここまでとなります。深夜はシティーズスカイラインの BGV お届けする予定ですので、ぜひ見てください。ウィニングポスト9、ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。この動画のアーカイブ YouTube にて2日後6月2日21時頃からプレミア公開いたします。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネル、Two Days After プレミアライブ And My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド And グッドボタンプリーズ。また旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX My アカウントプリーズフォロー And リポスト And グッドボタンプリーズ。というわけで、ウィニングポスト9 2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。